阪急バス宝塚営業所は、兵庫県宝塚市安倉北にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、宝塚営業所前。現在地の営業所は1985年2月19日に、開設されたもので、それまでは、宝塚駅に近い同志坂江町にあった。路線は、宝塚市内をはじめ、隣接する西宮市や伊丹市、川西市、大阪府池田市。 豊中島で乗り入れる系統もある。宝塚市内の鉄道各駅と住宅地を結ぶ路線や市内の公共施設を経由し、鉄道駅同士を結ぶ路線、市内と大阪国際空港を結ぶ路線で路線網を形成している。営業所名に宝塚を冠しているが、宝塚駅を奇襲点とする路線の多くは山口営業所や宝塚営業所配下にあった。 西谷出張所が担当。坂瀬川駅や中山観音駅などの市南部、東部の駅を発着する路線が比較的多い。なお、2021年3月31日をもって、市北部の西谷地区を管轄する西谷出張所が廃止となり、東営業所に統合された。ただし、宝塚駅から西谷地区を結ぶ路線は廃止となった。 また、管轄区域には、宝塚駅から安装地区にかけて、阪神バスと並行する区間もある。西谷出張所が担当していた路線は、阪急、田園バス運行路線も参照。阪急坂瀬川、阪急中山観音 JR 中山寺の各駅を起点に、市内各地を巡回する路線。従来の、鉱山線、逆瀬街線、光が丘線。 中山大線を統合した。なお、運賃区域としては、宝塚すみれが急線宝塚山手大線も、宝塚市内線の一部とされているが、ここでは別として取り扱う。阪急坂瀬川停留所は、1980年9月1日のダイヤ改正までは、宝塚市役所前と称していた。これは、市役所の本庁舎が坂瀬川駅前にあったため、 鉱山、逆瀬外系統坂瀬川駅から県道16号、明石神戸宝塚線を走行し、住宅地や宝塚、宝塚西高校への通学輸送を担う系統。系統番号は、1986年4月21日の改正より不満された。1986年12月20日の改正で、向川線の高等園半球坂瀬川。 坂瀬川団地前を直通する系統が廃止された際に当時101.10203.105系統の阪急坂瀬川発の便が坂瀬川団地前に停車していなかったため104.106系統が代替として設定された104系統はエデンのその行きの一部を逆、瀬川団地前経由とした便でありその後1989年10月1日の 改正により、坂瀬川団地前に、阪急坂瀬川発の便がすべて停車するようになってからは、103系統を宝塚西高校行き、104系統をエデンのその行きとした。光が丘北系統坂瀬川駅から、西部郊外の光が旧地区へと向かう路線で、1979年12月27日より運行されている。地区は、 六甲山系の東部にそびえる岩倉山の東側にあり、経路上では終始勾配が続く。運行開始当初は、宝塚市が買い上げた専用車が運行に当たっていた。鉱山、逆世代系統で使用されている大型車に対し、小規模なマイクロバスでの運行だったことから、宝塚ミニバス線とも呼ばれていた。現在も地元の住民からは、この路線を走行している、中型車を指して、 ミニバスと呼ばれることがある。その後、乗客数の増加や道路整備の進捗など、走行環境の変化に伴い、現在は中型車が使用されている。外貨を走行する鉱山、逆世代系統に比べ、運行本数はかなり少ない。また、開設当初は、阪急坂瀬川ではなく、現在の宝塚営業所付近にあった、泉町東を発着地としていた。 なお、終点である、光が丘北バス停は,は、道路が境愛のため折り返し時間が短いため、循環路線に近い運行となっている。中山台ニュータウン系統2000年3月31日の改正で誕生した系統。阪急中山観音から国道176号を走行し、中筋2丁目交差点から中山台ニュータウンへ北上するルートを取る。 現在の運行系統は1989年4月1日の改正に確立されたもので、桜台、五月台両地区の各停留場を組まなく、回る165系統が中心となる。走行環境の関係から中型車が当てられる。また、阪急中山観音の乗り場は、山手4丁目経由が発着する、駅南側ではなく、駅北側に設置されている。 2012年8月1日には JR 中山寺北口にロータリーが完成したことに伴い、道中への乗り入れとダイヤ改正、一部系統の系統番号の変更、経路変更が行われた。これにより、従来 JR 中山寺北口を称していた停留所は国道中筋に改称された。またこの改正から朝ラッシュ時を除き、桜台、五月台の 両地区にあるすべての停留所を経由する運行が基本となり、地区内の一部を通過する167系統、68系統は朝ラッシュ時のみの運行となる。160系統、161系統の宝塚市立病院業は平日のみの運行。61系統、65系統の宝塚市立病院発着は平日のみ運行だが、 営業所前発着は終日運行される。清工人系統清工人への初詣客向けに、毎年1月から2月に運行されている。その他の時期には、清工人清澄寺停留場を奇襲点とする、清工人線を利用することになる。1991年1月1日から運行を開始し、当初は宝塚ファミリーランドを起点としていた。 ファミリーランドの閉鎖後は宝塚駅発着となっている。古くは阪神電鉄バスが新工人線として月1日運行していたが1976年8月26日に廃止されている。2008年1月運行分からは清志工人の駐車場内に乗り場が設けられた。それ以前は御殿山4丁目の中国自動車道の高架下にある定時路にあった。 中野、福祉、山本、中山、メフ系統案内状はひとまとめにされているが、系統ごとに遠隔等が異なるため、ここでは便宜上を分けて取り上げる。中野、福祉系統1985年7月1日より運行開始。82.83系統は、阪急坂瀬川と宝塚安装団地や伊丹、中野団地などを結ぶ系統で、 国道176号の安装中交差点から、県道142号、米谷根用陽尼崎線を走行する。宝塚市立病院前から、中野住宅前間は、阪神バス、宝塚甲子園線も並行している。82系統の宝塚市立病院前は、2012年8月1日より、宝塚インター前、宝塚市立病院前と後日の宝塚、 空港線と複合した形の名称変更を行った。なお、80系統は、阪急バスで初めて、ノンステップバスの運行を開始した系統でもある。車両は80系統の一部を除き、中型車が当てられている。山本系統1984年5月21日より、運行を開始。路線は、阪急坂瀬川から JR 中山寺を経由し、 阪急山本を結ぶ系統と、阪急山本から口谷、野里地区を結ぶ系統に対別できるが、運用上は一本の系統として運行されている。宝塚市立病院の玄関前まで乗り入れる、関係から、中型車が当てられている。土休日は72.77系統は運行されず、宝塚市立病院前を通る73系統が運行される。 2012年8月1日のダイヤ改正で、宝塚市立病院前を通る系統は、宝塚インター前、宝塚市立病院前と後日の、空港宝塚線と複合した形の、名称変更を行った。中山、メフ系統阪急坂瀬川から阪急中山観音を、結ぶ系統と、阪急中山観音から、宝塚市立病院を結ぶ系統。 山本系統と同様に、宝塚市立病院の玄関前まで乗り入れるため、中型車が当てられている。1990年3月13日より、宝塚南口駅前すみれが急中央間を、走る180系統として、運行を開始。すみれが急地区への入居者増加に合わせ、何度か増発、増車が行われてきた。1991年3月18日の、 改正で、スミレガ急東まで延伸。1995年4月27日の改正では、宝塚駅周辺の再開発が進んだことで、同駅バスターミナルへの乗り入れを開始し、181.18 18に系統を新設して、現在の宝塚発着主体の運行形態となった。2007年4月9日の改正では、182系統の一部の便において、 宝塚市立病院前を経由し、営業所前まで運行する183系統を新設した。2012年8月1日の改正では、営業所前停留所のうち183系統が通る南側の停留所が解消され、宝塚、墨田川急方面行きは安装北小学校前からの発車となった。阪急不動産が造成した。 宝塚山手台の入居者向けに、1994年4月1日より、阪急山本宝塚山手台中央間で運行を開始。1997年10月7日の改正で、宝塚山手台4丁目まで延伸し、2000年6月4日の改正で一部の便が隣接する中山台、ニュータウンまで延長運行された。2013年6月1日の改正で、 山手大芝桜公園前まで延長運行された。運行休止状態であった宝塚空港線を1999年7月22日から8月31日にかけての夏休み期間限定で復活。これが好評だったため運行期間を延長し、さらに2000年4月に定期路線化された。運行再開後は石橋営業所から移管された。途中で 国道176号バイパスの高架上を走行する関係から、旧市前まで停車していた、北今、在家、大発本社前、釧路口、オバ浜には停車しなくなった代わりに、広人川、宝塚警察署前、鶴の省、宝塚市立病院前、釧路3丁目に停車するようになった。2017年9月1日改正より朝夕のみ、運行に、厳便の上、 系統番号を90番とした。2017年9月1日より、空港宝塚線の昼間時の運行を置き換えて、川西バスターミナルへ乗り入れる系統を新設。平日は92系統として、宝塚市立病院の玄関前経由として、運行する。宝塚と、清志工人清澄寺を結ぶ路線で、2009年2月1日より、運行を開始した。 各種定期券や企画乗車券は使用できない。この区間は毎年初めの初詣時期に臨時便として運行されていたが、この系統はそれ以外の2月から12月の日曜、休日曜で6往復が運行されている。臨時便とは違い、宝塚市内線には含まれていない。当初、山口営業所による単独運行であったが2013年6月1日から、 宝塚営業所が運行に関わることになった。宝塚市の高台にある地域の交通対策として、宝塚市から車両購入補助などを受ける形で2002年に開設された路線の一つ、専用の小型バスを使用する。新川循環線と同様に、高台の交通対策として開設された路線で、こちらも専用の小型バスを使用する。2002年9月に、 沿線住民、約5,500人からの署名を集めて実現した宝塚市からの西岸路線。新川駅前から向こう側新橋を経由して、宝塚市立病院や中山方面との間を連絡している。2005年4月4日より2年間の実験運行という名目で運行を開始した。開始当初は平日6往復、土曜、 休日へ往復だったが、2006年2月に沿線住民に行ったアンケート調査をもとに、同年5月9日の改正より平日において12往復に増便された。その後、沿線にある企業従業員や住民などで新たな需要が発生したことから、2008年3月末まで期間を1年間延長し3年間の試行運転を行った。利用者数は、 上昇傾向にあるものの、路線としては、採算性を見込めるものではないとして、2008年4月に、減便を実施、新川循環線の出入後路線として、全通便と、区間便1往復ずつのみ運行することになった。宝塚市内線の一部として分類されることもある。宝塚住霊墓園の菩薩者向けに運行している路線。1月を除く毎月代。 1>, 1日と12月30日、悲願、盆事期に運行される。通常期に運行される1往復は阪急、田園バス、西谷出張所が担当していた。当営業所は、悲願、盆事期の2往復を受け持つ。悲願、盆事期の運行日は年によって異なり、宝塚墨霊墓園の公式サイトなどで告示される。また、運賃の支払い方法は、現金のみである。 宝塚市北部の西谷地区を運行するローカル路線。2021年3月31日をもって、西谷自動車阪急電園バスから継承した西谷出張所が廃止され、4月1日より宝塚営業所管轄となった。その際に、三田駅及び宝塚駅発着の路線が廃止、利用者の少なかった一部区間の短縮、系統番号の変更といった再編を行った。 現在地に移転する前は、ありませんの一部も担当していた。宝塚市役所の移転に伴い、新庁舎へのアクセス路線として、1980年9月1日より運行開始。配布用時刻表では、光が丘線と称されていた。1979年末に開業した坂瀬川、光が丘系統を延伸したものだが、 1984年5月21日の阪急山本への延伸と同時に、坂瀬川泉町東間の運行は終了となる。なお、泉町東停留所は現存せず、指導川西宝塚線の天王寺橋交差点より、南に侵入して、すぐのロータリーの鉄塔付近にあった。開業から1986年12月14日。 改正まで1977年6月10日より運行を開始。当初は朝夕ラッシュ時は循環運行。それ以外の時間帯と休日は中山5月大間の往復運行を基本としていた。その後、住宅地内の入居者像に伴い順次増発を行った。1986年12月14日。 改正以降1986年12月14日の改正より、桜台地区北側、5月台地区北東側への延伸を行い、既存の系統のルート変更と系統の新設を行った。169系統は967系統のルートを承継し、同日より改版された系統である。この頃も、朝夕ラッシュ時は循環運行。 それ以外の時間帯と休日は、中山5月大館の往復運行を基本とし、それ以外に165.169系統が平日夜間に数本運行されていた。その後、1989年4月1日の改正からは、現在の循環運行を基本とした運行体制となり、165系統は運行ルートを現行のものに変更の上、 平日は左右ラッシュ時以外の時間帯への運行に拡大され、166.169系統は廃止された。2012年7月31日まで、宝塚市内線、すみれいが急線、宝塚山手大線、清志工人線など、宝塚市内完結路線は220円均一、空港宝塚線と宝塚川西線は初乗り220円からの区間制運賃。 西宮ナジオニュータウン線は160円、均一である。西谷地区の武田尾線は初乗り170円の待機路線運賃となる。2020年6月現在、66台が在籍。かつては大型車、中型車とも三菱不装制が中心だったが、大型車は1988年より椅子図製も導入され、1990年代は足屋浜営業所。 山口営業所とともに相当数が在籍した。現在は日の製の導入もあり、多様化の傾向にある。中型車も2000年以降、他の営業所と同様に日産ディーゼル製が導入されている。また、半急バスでは初のノンステップ車を導入したことをきっかけに、宝塚市からの補助を受けながら、さらにノンステップ車の導入を続けている。上述の通り、 二川循環線と目不循環線は小型バスを使用する。ありがとうございます。